向ヶ丘遊園駅。向ヶ丘遊園駅は、神奈川県川崎市田幕の堀戸にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、OH19。周辺地域は、遊園の略称で故障されることもある。島式ホーム2面4線を有する地上駅で退避が、可能である。駅の小田原寄りに引き上げ線があり、折り返し列車が存在する。 この引き上げ線から直進すると急行線の3番ホーム、引き上げ線から左に分岐すると観光線の4番ホームである。上り本線からは直進すると引き上げ線から4番ホーム線に向かう線路に合流し、右に分岐すると引き上げ線から3番ホームに向かう、線路に流するという構造である。この構造により、上り列車が3番ホームに進入する際には、 分岐器の速度制限を受けるため、当駅に停車しない特急ロマンスカー、快速急行は低速で通過する。駅舎は北口と南口の二つがある。北口駅舎は歴史的建造物に値するギャンブレル屋根の駅舎であり、開業当初の新原町田駅、現町田駅、本厚木駅、大深屋駅、現秦野駅、新松田駅と同一ののものである。また、 現役者の柱や梁には廃材となったレールが多用されている。2009年3月に東北沢泉玉川間複々線工事の関連として隣の登戸駅との間で輸送力増強のため上り線を2000線に線増する参戦化を完了した。この参戦化は上り線においては複々線と同じ効果があると広報されている。完成後、 上り列車は上述した、当駅手前の分岐器で急行線3番ホームと観光線4番ホームに振り分けられ、一部列車を除いて、緩急接続は隣の上り戸駅で実施するようになった。これに先立って2007年9月8日から9月9日まで、上り戸駅当駅間で線路切り替え工事が行われた。これによって、下り線ホームの一部位置が変更になり、 ホームの形状も改変されたところがある。下りの東北沢上り間、上りの東駅東、北沢間の急行線、観光線は原則として、以下の通り使い分けられている。2016年3月25日まで、東京メトロ千代田線 JR 常磐線方面の直通列車は、日中、多摩急行として1時間に2本、30分間隔、運転され、 当駅を通過し、平日の朝ラッシュ時の未休校として運転され、駅に停車していた。翌26日の改正より、千代田線直通は日中にも運転され、間隔が1時間3本、20分間隔に増え、当駅と共同駅に停車するようになった。朝ラッシュ時は引き続き、共同駅を通過する。また、千代田線と本厚木駅を結ぶ準急が運転され、 当駅に停車するようになった。このほか、平日ダイヤの上り本厚木始発準急アビ行駅一本は、当駅において、始発の各駅停車共同駅、共同駅から準急新宿駅に接続する。2004年12月11日のダイヤ改正で、快速急行が設定されてから、上期のダイヤ改正までの間、日中の速達列車は、急行が1時間4本のみの停車で、 しかも多摩急行が走る時は約20分開くなど利便性が低下していた。それまでは湘南急行が停車していたが快速急行に置き換えられ多摩急行がその保管列車となったが当駅は通過していた。この改正以降1時間6本停車になっている。下り線の2千角間は上り戸駅で終端となっているため下りは1番ホームが対比ホーム。 二番ホームが主本線となっている。これにより、急行、各駅停車の一部は特急ロマンスカーの通過待ちのため、一番ホームに入線する。一方、当駅上りと駅間の上り線に線化前は四番ホームは対比線であったが、線形を引き上げ線から三番ホーム、上り本線から四番ホームへ直進で入るように変更され、朝ら主事は三番ホームから確定。 主に始発、4番ホームから急行という形で干渉しないように交互発着を実施する場合も多かった。1番ホーム、4番ホームに8両編成がそれぞれ夜間留置される。なお、売店は南北両改札口のそれぞれ外にショップ形式の売店が設置されており、立ち食いそば店も既存店舗南口マルシェ内に統合する格好で拡幅されている。 ホーム上からは、友人店舗の類べて廃止されたが、その分改札外の設備が充実されている。2011年9月3日に、多摩区内に、藤子、F、藤尾ミュージアムが開館するのを記念して、同日から、ミュージアム最寄り駅である、東駅と上戸駅の駅自動放送に、藤子、F、藤尾原作アニメ作品主題歌の、おごる調接近メロディを採用した。 上りホームは、ドラえもん主題歌、ドラえもんの歌、下りホームは、キテレツ、大百科主題歌、初めての中である。これは小田急では、ウルトラマン、ウルトラセブンの楽曲を採用した、祖師ヶ谷大倉駅、生き物係の楽曲を採用したエビナギ、本厚木駅に次いで3例目となる。2017年度の1日平均上降人員は67,522人で、ある。 小田急電鉄全70駅中、第17位。乗り換え路線のない駅では急行通過駅である、鶴川駅より少ないが、特急停車駅である、伊勢原駅や肌野駅よりは多い。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。川崎市北部地域の行政中心地、新宿から見ると、東京都区内を抜けて多摩川を越えた、近郊区間の西原。 そして向ヶ丘遊園の存在から、向ヶ丘遊園、稲田登戸駅は、小田急線の運行で重要な拠点の図であったが、利用者の変化、登戸駅に利用者を持って行かれる形や、向ヶ丘遊園の閉園が重なり、現在は急行停車駅にふさわしい意味を失っている。現状を鑑みて、急行の本数が減少よび多摩休や、特急ロマンスカーが通過するなど、 優等列車に対するアクセスを引き下げている。日中では当駅始発の千代田線直通の準急を毎時3本運転することや、平日朝の通勤時間帯は通勤急行や通勤準急が運行されるようになった。江戸時代に津久井街道の宿場として発展した上里戸地域、旧稲田町の中心地域であり、現在でも川崎下幕の行政中心地として、 各種公共機関が立地している。JR 南部線を挟んで北側に多摩川が流れ、比較的平坦な地形で、かつては、利園、下記山椒などが広がる農村地域だったが、高度経済成長以降は人口が急増し、現在では駅から離れた場所でも住宅地の方が多くなっている。駅の改札口を背にすると、西側、左斜めに向かって、 東映会商店街が伸びており、東駅を起点とする小田急バスはこの通りを行き来する。この通りの先、津久井道の旧道、現在は、自道を渡ったところに、多摩区総合庁舎、区役所があり、県道世田谷町田線、津久井道と直行する。世田谷町田線を南西方向に進むと、上りという便局、多摩警察署、多摩消防署が立地する。 世田谷町田線を渡った北側には、新東系の新宗教である丸山教の本部がある。丸山教は当駅の設立の際に土地を提供するなどの貢献があったこともあり、当駅の北口にある売店が同郷系列で運営されていた。一方、北東側、右斜めに向かって、中央銀座商店街が伸びている。同商店街は、つくい道の旧道と合流し、 上戸り駅の東通り商店街につながる。溝ぞ6東14、縁24の3系統は、東うえ商店街から、駅前バス停を経由してこの通りを進み、最終的には、上戸り駅に至る、各系統の詳細は後実。向こうが丘遊園駅北口地区では、上戸り駅、西口地域と一体となって1988年から、 上り等と土地区画整理事業が行われており、出口右側、北側に仮設バス乗り場が、左側はタクシー乗り場及び駐輪場と駅西側の踏切へ通じる細い道路がある。かつては出口左手にバス乗り場タクシー乗り場があり、用地が狭く、バスが展開できないため電動のターンテーブで方向転換していたが、2006年7月に廃止されて、 出口右手の仮設バス乗り場に移転した。9月頃にはターンテーブルを撤去してタクシー専用乗り場として整備された。一方、右手にはマルシェがあり、コンビニエンスストア、飲食店などが入居していたが、同事業に基づいて撤去され、23階建て高層マンション、アトラスタワーが建設された。同駅周辺では、これが最も高い建築物で仮設バス乗り場は、 周囲の緑地部分及び駅前バス広場の予定地を流用している。同マンションの1階には東急ストアが進出し、北口地域では最大の商業施設となっている。ただし、計画決定が上記の通り1988年、懇談会で土地区画整理方式の採用を決定したのは1981年と、すでに30年以上が経過しているが、 この区画整理事業は依然として難航し、完成のめどは立っていない。川崎市が公表した資料によると、2012年12月31日現在での整理後の土地使用開始率は49.1%で、特に東映会、中央銀座の両商店街から、上りと駅前方面にかけてはほとんどでつかずの状態にある。これは、同地域での大規模商業施設進出や、 交通環境の改善を阻み、集客力で新百合ガオ駅周辺地域に劣る悪循環を招いている。また、区画整理事業の完成を前提として、計画されている泉玉川駅以南の小田急線、福々線化事業にも影響を及ぼし、小田急電鉄は、泉玉川向川う丘遊園間での参戦化を実施して特に朝の通勤自体における。 新宿方面への輸送力増強を先行して進めている。駅舎と駅前の間ほぼ平坦であり、階段、エレベーター、エスカレーターはない。駅前の停留所に、川崎市交通局、神奈川中央交通東、小田急バスの路線が乗り入れる。小田急バスは、ロータリー内、川崎市バス、神奈中バス、上り戸方向は、中央銀座商店街が、 乗り場となっているが、神奈中バス、淵延方向は、上りと方向の停留所の道路の反対側、停留所標識なしが乗り場となっている。向こうが丘遊園駅、川崎市交通局は、向こうが丘遊園駅前。北口と比較すると、玉丘陵の北端が、駅の近くまで迫り、特に、五反田側の南側では、傾斜が急になる。旧東田町時代から、 行政中心地だった北側より、比較的、新しい時期に、住宅開発がなされた地域でもる。駅の南側を、県道川崎府中線、府中街道が通り、小田急線を、古線橋で越え、多摩警察署の前で、世田谷町田線と交差、向こうが丘遊園駅の南口からは、この川崎府中線へ、片側に車線の道路が伸び、 ゴッタンダ川を渡った地点で稲尾橋交差点となっている。このため自動車でのアクセスは北口より容易である。駅から見て同交差点を直進すると丘陵地に入り、岡本太郎美術館や日本民家園などがある、生田緑地の入り口へ向かい、その先は東名高速道路の東京料金所、向かいが丘バスストップ併設方面へとつながる。この道路を利用して、 2010年から、川崎市交通局が溝19系統の試験運行、向こうが丘遊園駅への乗り入れをし、2014年3月より、正式に運行を開始した。この道路は、五反田川の手前で、上戸駅方面からの始動、小田急線の東側を通る道路と合流し、この道路を通る上戸駅発着のバスはその近く、大英向こうが丘店前にある、 向川岡遊園駅入口バス停下の乗車が可能となっている夏季参照。駅前道路の中央分離帯上には2000年2月13日まで運転していた小田急向川岡遊園モノレール線の高架線が建設されていたが廃線後に撤去され減損しない。この道路沿いに大映画1971年に向川岡店を改良し、現在でも北口を含めた 同駅周辺で最大の商業施設となっている。給料地帯には、公園や教育、研究機関が設置され、1934年には、日本女子大学、1951年には、明治大学、1957年には、専修大学が進出して、向こうが丘遊園駅周辺に、学生街の要素を加えた。明治大学生田キャンパスの敷地の一部は、 1939年に開設された大日本帝国陸軍の各種兵器開発技術研究機関であるのぼりと研究所の跡地を利用している。両大学への路線バスは北口から発着してセ田ガ町田線を経由しているが徒歩で通学する場合は南口を利用した方が近い。傾斜地のため開発が比較的遅かったこと自然が多く残るという環境への人気から 北口と比較すると大規模マンションの建設が目立つ。一方、駅東側の平坦地では、北口同様に一戸建てなどの低層住宅が多く、かつては果樹園との混在も多く見られた。2002年3月31日まで歩いて十数分、上記のモノレールでは、所要時間3分のところに、バラ園で知られる、向ヶ丘遊園も営業し、 小田急の文化観光事業で重要な存在となっていた。遊園の閉鎖後は遊戯施設が撤去されたが、バラ園は川崎市及び地元有志の手により維持され、春と秋の年2回の一定期間内に限り一般公開されている。前述の富士子 F 富士尾ミュージアムは向こう丘遊園跡地の一部、府中街道沿いの区画に建設されたが、ミュージアムへのシャトルバスは、 東口の区画整理事業が完成して、バスターミナルが整備された都駅からの発着となっている、向こうが丘遊園駅からも、バス、みぞれ A6、高齢1、02で行くことはできる。残る、森林部分については、幾多緑地に組み入れられる方向で検討されている。五っ田川を越えて、徒歩5分のところには、稲田上りと病院が開設されていたが、 改築問題がまとまらずに2006年3月31日、限りで閉院となり、跡地にはマンションが建設。多摩区地域の総合医療業務は、同年2月に開業した川崎市立多摩病院へと、事実上継承された。駅舎と駅前歩道の間に、階段、スロープがある。駅前ロータリーに、川崎市交通局、川崎市バス、東急バスの路線が乗り入れる。 向ヶ丘遊園駅南口、川崎市向ヶ丘遊園駅南口、東急。溝06、東14系統の内のボリト駅を発車する便には、向ヶ丘遊園駅入り口、大英前、東駅より徒歩3分から乗車が可能となっている。なお、溝口駅に向かう溝06系統、溝19系統は、同じ5番乗り場から発車するが、途中経路、終点地が異なる。 現行の駅名である、向ヶ丘遊園は、最寄り駅であった、遊園地、向ヶ丘遊園の知名度を上げるために、それまでの稲田登りとから解消された。なお、地元住民からは、向ヶ丘や、遊園という通称で呼ばれる。向ヶ丘遊園は2002年に閉園となり、現存しないが、定着した駅名は変更されずに現在に至る。また、旧駅名である、 稲田のぼりと、稲田のぼりとは、この駅が開業当時、稲田村大座のぼりとに設置されたことによる。なお、稲田村、後に、稲田町は1938年に、川崎市に編入された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。